それでは呼吸における大切なポイントについて説明しましょう。できる限りボールのコースの正面に入り、体より前方でグラブとボールが同時に見える位置で取ります。ここで注意することは、腕だけでグラブを大きく下げたり、あるいは右肩の方へ大きく引きすぎないことです。体の前で捕球し、握り替えた時の姿勢を崩すことなく、フットワークを使って体を目標に向けることが先行しなければなりません。逆シングル、グラブを上向き下向きなど、いろいろなグラブの使い方、捕球の仕方を練習することも重要なことです。